騎馬を遂げ。溶岩、これで最後。残りの最高城は亀裂岩の先か。亀裂岩、高圧黒石があれば破壊できますね。辺りを探してみましょう。
段階は破壊できました。これで溶岩も作動できるでしょう。
ターゲット確認。騎兵も戦争に不可欠。これで祭司は拘束から解放された。はい、おそらく。まずは祭司のところへ戻りましょう。それと御者、今は漂白者と呼ぶべきか。いかなる理由であれ、あなたが現れたここは本州の未来を決める岐路。記憶を失った赤子は刃を手に取るか、夢見の眠りにつくのか。未来の種は今落ちようとしている。全てが終われば答えよう。今のあなたにできるのはただ見届けることだけ。はるばる上昇山へ来た今士よ、我を救う他にすべきことがあるのではないか。とんでもございません。今士はただすべてを教えていただくために参りました。今の上昇山は時間の乱れが頻発し、人々がひどく苦しめられています。ならば時間の流れとその傷の真実はもはや隠すべきではありません。汝の意志確かに受け取った。望んだ瞬間ではないが、今は動くより他ない。我は寿命を迎えようとしている。天地と共に生けるこの身に寿命などあるはずもないが、流民邸がなければこの命が今日を長らえることはできない。しかしこれもまた不確かな策である。故に我は死を一刻でも遅らせるため、流民邸を幾度となく起動させた。だがついに時が訪れようとしている。フラクトシデスに与えられた傷がもはや癒えることはない。
本衆は交流の誓いから消えるだろう。我が上昇山へ落ち残像町を退けた日、時間の流れは死産を始め本州の破滅が定められた。もちろん我も天命に抗い均衡を保たんと力を尽くしてきたつもりだ。もし時間の流れが死産すればその制御は失われ暴走し、あげく今週を飲み込んでしまう。未来永劫乱れのうちに囚われ過去は未来、生は死へ転じ、喜びも憂いも消え去る。そしてこの地に生ける者に際限のない苦しみが降り注ぐ。しかしこれは我が引き起こしたことならば我が終わらせよう。この命を賭して本州の時を止める。さすれば沈黙が訪れようとも滅びは免れ、今週に未来は残される。それ以外の方法はないのですか？これが残された唯一の策だ。ではお断りさせていただきます。10年、100年、もし誰も今週を救う策を見つけられなかったらいつか今週は皆の記憶から消えてしまう。そうなってしまったらこの地を思う人もいなくなるでしょう。今週の運命をそんな不確かな未来に託すべきではありません。我は未来を見通す者。これは無尽なる水より導き出された答えである。それに異を唱えるというのなら策はあるのか？今上昇山を脅かす時間の流れは我の力によりかろうじて均衡が保たれている。その力が消えればこの地は煉獄へと生まれ変わろう。確か余とあなたは戦いを免れないと予言しましたね。そうとも。はじめはその予言を理解できずにいました。あなたと食帝の人間が行った実験を知るまでは共鳴し合う二つの力が二次共鳴を引き起こせば世が自分の限界を超えあなたに代わり時の秘宝を使い全ての時間の流れを正すことができる。つまり世はあなたと戦わなければならない。
戯れを。我の力とぶつかり、少しでも制御から外れれば、たちまち魂なき死骸となる。その痛みも今の汝を襲うそれの日ではない。さらに時間の狭間の中で肉体と精神が引き裂かれる苦しみを永遠に味わうことになる。世はあなたと同じように死力を尽くして今週を守りたいのです。それこそが世の生を受けた理由だから。今週最後の機会をやろう。汝の選択の機会を。今のあなたにできることはない。だがそうでない時が訪れよう。我が時の秘宝を本誌に譲渡する瞬間、彼女は生死の境をさまよう。その時あなたがいれば彼女を救えるやもしれない。だが少しでも気を誤れば本誌に揺るがぬ終焉が降りかかる。死は一度死んだ身、あなたに救われたから今週の今をこの目で見届けてきました。だからその思いはあなただけのものではない。今週は世の生まれ育った故郷、それが危機に瀕した時世にできるのはこの命に代えても大事な全てを守り抜くこと。命を無意にする、その決断の重みを理解しているのか。あなたの考えはごもっともです。それでも世があなたの予言にのっとり、自ら戦いを挑んで二次共鳴を、時間の流れを正す大役を果たそうとしたら、あなたは答えてくれますか。我の秘宝を引き継ぐ、その自信はどこにある。汝は我の共鳴者ではあるが、我の力には遠く及ばない。戦いとなれば無事で済む可能性など微塵もない。いいえ、可能性ならあります。魂が消えようと、永劫の深紅に囚われようと、たやすく死ぬつもりはありません。能力の引き継ぎは一瞬で行われる。ならば世の息がある限り、あなたの予言にない未来をつかみ取り、あなたと今週を守ることができるはずです。この世であなたと剣を交える役はあなたの共鳴者以外に務まりません。世こそがあなたが今週という番に打った最後の一手です。我と戦い、ボンプのその身を捧げようというのか。
悟はできています。いいだろう。婚礼婚子上昇山の頂へと向かえ。その力をもって勝利をつかみ取ってみせよう。